もしくは、まあ、ブレイクしていれば YouTube からお金もらえるっていうのがあるかもしれないけど、それはやっぱり続けられるものをやっとかないといけないっていうだけだから、うん、そうだよ、ね、よく分かったのよ。2021年の、まあ、春の、まあ、このコロナ禍のでの、まあ、どう言ったらいいんですかね、こういう、うん、広告というか配信というかそういうものがどうなのかいうのをちょっとこう、この中で実際、まあ、見えるんですけど、人口推移とか見えるんですけど、でどうしようか、東京と比べましょうかとかね、できるんですけど、で実際あと今学校の授業とかでも、うん、まあどっかのね、こういうの事例をもう実際やってみるとか、そう、うん、なんで今だと岡山に来てたりとか、そういうのが見えたりはするんですよ。ほう、いやこれすごいわ、こんな感じでね、あ出てきよる、いきよるわけで、出てきて転入転出っていうのが見えるね、そういうビジュアルでデータをうまく伝えるやり方とかっていうのもあったりとかは、リーサスっていう内閣府だったかな、内閣官房だったかな、出してるやつで、うちが配信するんだったらそういうコンテンツかなっていう気はしてますが、うちとしての活動としてデータを使う人を育てていくというか、裾野を広げていくっていうのがあるので、まあ、その辺ができればいいかなと。よかったらチャンネル登録とグッド評価をお願いします。